ルート新しく発表しましたね。テレビ局のルートでどうやって誕生したの？今回の新バージョン、どんな風に変わったんですか？僕、藤井先生本人からもらったよ。実は内部限定で、はいはい、いくつかルートは。そうなの。Hello there、始まりました。マテッチャンネルです。今回はですね、いや、大気に聞きたい気メインチャンネル進出なるほど、わかりました。ぜひぜひよろしくお願いします。ハローゼラ、お、はい、中村先生のハローゼラが聞けなかったなんですが、はい、ですね、今回ですね、はい、ルート新しくなったということですね。いろいろその武田塾のルートについてちょっと聞いていきたいんですけども、はい、まず武田塾のルートってどうやって誕生したんですか？もともと武田塾の初期の頃っていうのはある程度先生に裁量権が委ねられてたんですよ。あ、なるほど。要するに先生によってルートが違うっていう状態だったんですけど、うんうん、最初の頃は自分でやるって分かってたから先生方もそれ自分なりに作ってくれたらいいんですけど、はい、後々その、まあ、生徒が増えてきたりとかっていうのになった時に、うん、人によって指導が違うとは当然その先生によって言い方悪いですけど当たり外れが出ちゃうじゃないですか。なるほど、確かに、はい、であと先生がいいと思っている参考書が生徒にいいかどうかってまたちょっと別の話だと思ってて、うん、で私の方が一回その武田塾のコンセプトに合った参考書の順番とか使う参考書やるのがいいだろうってことでちょっと作った方がいいかなってことで一回作ったっていうのが始まりですね、うん、はい、なるほど。それもう最初から全教科行ったんですか？そうですね、もともとその、まあ、塾長の林塾とか、まあ、その当時僕最初のメンバーではないんで初期にあったルートは文系科目は結構あったし、文系数学もあったんですけど理系科目そんななかったのと、あと志望校ごとにそこまで変わってるわけではなかったので、まあそれを全部一回一から作ってみたいな形でやった形ですね、うんうん、なるほど。そして今回の新バージョン、まあはい、どんな風に変わったんですか？まず全教科で一応共通してたのがそのルートの量を減らすっていうのが一つの考え方としてあったんですね。でその代わり追加で増やせるものを用意するっていう、はい、なので基本その解説が詳しくて量が少ないものっていうのは結構ルートの中に新しく選ばれてたりとかなるほどなって、その代わり時間が余った人とか過去問挑んでみたら点数足りないって人が、まあ、追加でこれやってみたいなのが拡張できるようになってるって感じですね、うん、なるほど、はい。じゃあその英語は、はい、英語はあのエバーグリーンとフォレストが必須じゃなくなった。おお、なるほど、はい、その代わりに肘井先生 のゼロからの英文法が必須になったっていう感じですね、はい、なるほど。いや、もうなんでそうしたかっていうと、まず最初にこれ思ったのがみんな読んでないだろうなって思ったんですよ、はいはいはい、フォレストがエバーグリーン、うん、結局読まないでネクステージとか、はいはい、ヴィンテージとかみんなやってるからその文法の理解が、うん、結局回答暗記になってるケースが特に独学だと多いかなって多いですね、思ったんで、まあ、強制的に肘井先生をやらせて、うん、その後に、まあ、ネクステージをやるか、うん、あるいは共通テストとかだったら薄いのでもいいからレベル別とかを代わりにやるっていう形で、はいはい、まあ、進ませるようにしてっていう。なるほど、なんか面白いですね、はい、強制的に藤井先生がやらせる武田塾のなんかオリジナルテキストではないっていう、はい、そうなんですね、はい、ここをやるっていう、まあそれが変わった、まず一番大きい点で、はい、次に変えたのがあの解釈が、はい、その次に入門英文解釈について70ってやつが本来入ってたんですけど、はい、その手前にまた藤井先生なんですけど、はい、読解のための英文法を入れて、はい、その後ろに入門70か基礎英文解釈の100どっちかをやってねっていうのを入れたんですよ。これも英文法と似てるんですけど、はい、解釈70をやり方が分かんないっていう質問がすっごい多かったんですよ。 SVO 詞を覚えればいいのか訳せればいいのか、はい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 、はい、そこでやっぱ藤井先生の方がかゆいところに手が届くみたいな、まあ要は実際やってる過程を説明してくれるじゃないですか、はい、問題集だとやっぱ結論ありきになっちゃうんで、はい、その結論は覚えられても結論に至る道が覚えられない人がすごい多かったので、藤井先生やってからドリル的な立ち位置で70と100を入れて、うん、なるほど、まあ、できる人はカットしちゃえばいいかなっていう感じで、なるほど、組んだ方で、これは武田塾の塾生のためっていうよりは独学の人のための追加っていう感じですね。なるほど。武田塾だったらそれを特訓、まあ、指導のタイミングで本当に分かってるかをチェックするっていう口頭諮問があるんで、はい、そこでやろうとかできるんですけ ど独学の人は多分そこまで自分でチェックするのは難しいと思うんで、うん、それを独学でもできるようにってことで追加したっていうイメージです、ね、なるほど、はい、ということで藤井先生のゼロからの文法と、はい、読解のための文法、はい、ゼロからの方は僕藤井先生本人からもらったよ羨ましいですね他はあるんですか、はい、他はあと長文が全レベルハイパーとポラリスになりました。あ、
はい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 、やっておきたいところが全部追加問題集もあったりもします、はい、ポラリス出ましたね、はい、新たに。まあもう僕の中で解説が一番詳しいのがハイパーで、はい、テーマとかがちょうどいい、こうチョイスがいいし、まあ、解説も詳しいっていう感じのイケてるっていう感じですけど、イケてるすごいみんなが使いたいであろう情報がポラリスかなって思ったんで、この2つをやっておけば、あとは足りない分は演習量とか、まあ、大学ごとの好みとかになるだろうから、それは追加問題集いいかなっていう形で、まあ、ハイパーとポラリスを必須にしたな。なるほど、はい、別にスタサプと武田塾は合併するわけじゃないよ。これコメントでむしろ学びってじゃねえのみたいな言われそうですけどね。はい、他も加えた話もあるんですか。あとはあのポレポレのところに糖質でもいいよっていう風にしました。ああなるほど、はい、レベルの高いやつですね。はい、ポレポレと糖質使いたい人が結構分かれるなと思ったので、おほいほいほい、めっちゃ質問来るんですよ。糖質使っちゃダメなんですか、はいはい、来ますねそれね、はい、どっちでもいいよって思ってたんですけど、はい、でも公式に入れないとずっと質問来るじゃないですか、はい、だから、まあ、別に入れてもいいと思ったんで、まあ、どっちでもいいよっていう風に。なるほど、はい、高田先生が好調でしたけど僕は糖質好きなんですけどね。そうなんですね、はい、なるほど、まあ、ポレポレも好きですけど、はい、あのどっちもどっちですごいなんか、なるほど、どっちもむずいですけど、うん、面白いなと思うんで。ルート作りするときって、はい、実際参考書、こう書店行ってこう買って読むんですよね。まあ基本まずそのルートが確定する最終候補に残るぐらいまではある程度立ち読みで感染して、自分の中で頭で組んで、これを選んだ場合その前後どうなるとか、トータルどうなるみたいな話想定してっていうのを何十パターンか頭の中で考えて、ほうほうほう、で最終決定するみたいな。なるほど、そうか、そうですもんね、そこだけあってもしょうがないわけですもんね。そうそうそう、他とのつながりをちゃんと考えてやらないといけないわけですもんね、はい、なるほど、そうやってルートってできていくわけですね。はい、そうですね。あと1個、多分これ東大レベル限定なんですけど、鉄壁が追加されてますね。お、はいはいはい、鉄壁、はい、これはもうどうせ入れたいって人いっぱい出るだろうから、もう入れたらここ入れといたらいいんじゃないっていう、はい、で一応その動画の中でも生放送でこの間紹介したんですけど、はい、いやもし鉄壁をやりたい人がシスタントがなしでいけんなら別に最初からやってもいいよと、うん、ただそっちが辛いからやるとしたら、うん、まあ、一通りレベルが到達してから追加でやれんじゃないっていうふうに言ったみたいな、ね、はい、あ、やっぱりこの視聴者だったりとか熟成の声もちゃんとこう反映していくって感じですかね。そうですね、質問で来てるもので聞いてると、やっぱその参考書を変えたがったりとかっていう人多い、はい、あ、そうですね、じゃないですか。でも僕割と別に受かりゃ何でもいいじゃん派なんで、うんうんうん、なんかその質問してる時間があるならさっさと変えてやればいいのにって思ってる。あ、確かに確かに、方なんですよ、うんうん、まあ、レベルが明らかに違うとかならいいですけど、はい、だから質問多そうならじゃあもう最初から質問しないでいいように、あ、なるほど、入れといて塞いときゃいいかなっていう、そしたらもう質問とか悩んで、うん、で止まるってことがなくやれるかなっていうことで、こことしてルートは結構こういろんな人に対応できるようによく来る質問をもう組み込んじゃったみたいな感じです。うん、なるほど、はい、あとうちに質問が来てたやつは、はい、まあ、もし4技能が入ってた場合に、はい、他の4技能ルートも作っていたのかっていうのですね。っていうかもう作ってますし、そもそも、はい、実は内部限定で4技能いくつかルートは、そうなんですね、英検とかトイックとかキープとかは作ったことあって、ただ、はい、正直ですね、英検以外はまともにルートがあまり組めない。そうでしょうね。まあ、トイックだったらあの任せてください、ちゃんと知ってますんで。でも今受験でトイック使えなくなった、使えなくなったからもういらないんですけど、正直4技能については武田でいう日大レベルとか終わった人だったら、はい、とりあえず過去問挑んで足りない技能だけ対策問題集追加したらいいんじゃないっていう感覚ですかね。なるほど、過去問やってれば普通に合格できる人多いですね。まあそうなんですよね。しかも合格点が結構低めだったりすることがあって、はい、まあ英検の面接なんて今ちょっと相対評価に変わったんですけど、はい、相対評価とかが合格点が相対的になったんですけど、前まで絶対評価でしたから、うね、もうその点さえ取れればいいから、はい、こういう対策していけって言ってやったりしてって、はい、裏技いっぱい使って合格してる人山ほどいましたからね。そうね、だから正直その4機能は特に質問来る方によって多いのが、解いたことないんじゃないかなっていう質問が多いかな。解いたらその悩みは解決するんじゃないかなっていうケース結構ある気がしますね、うんうん、確かにそういうの確かに多いですよね。この参考書どこ使えますかとか、はい、僕ここ目指してるんですけどみたいな、はい、にもしないでとにかくコメント欄に質問みたいなの多いですね。だからもうあのもうボットで過去問解け、過去問解け、過去問解け、過去問解けって返しちゃうんですよ。ただ僕は極力あのその疑問が解消するようにルートは組んでいきたいし、うん、まあそれがもしなかったら回答するようにはしていきたいと思ってるんですけど、はい、
まあ、じゃあルートは進化していくと、これからも。そうですね、もう今回はかなり独学の人に、まあ、使いやすいように配慮しているつもりではあります、はい、なるほど。じゃあこれからまたいろいろな変化が見られるわけですね。はい、森田先生からもいろいろご意見いただいて、なんか来てましたねコメントに、はい、ちょっと解いてディスレとかってルートやってディスレとかって来てましたけど、はい、そうですね、ぜひやってみたいと思います。はい、あの生配信とかで解けばいいですかね。一回解きみたいな、なんかやるかもしれません。はい、今回は中村先生おいでいただきました。ありがとうございました。